コドミグループの今川です。本日、岐阜県の方から、グランダトールの松岡社長、ローラーストーンの徳社長で、あとガウチャンネルのマサル来ます。で、今小田原駅です。これからその弊社で施工したグランダトールとローラーストーンの施工現場にこれから向かいます。じゃあそれでは解説の方に行きましょう。そろそろ到着されたとのことなんで、あ、おはようございます。みんな、なんか寝起きでおはようございます。おはようございます。早いね。ローラーストーンの徳社長と、おはようございます。グランダトールの松岡社長、そしてガウチャンネルのマサル、おはようございます。今日すいません、遠いところからありがとうございます。ちょっと寝起きですかね。まず大丈夫ですか。あ、お腹減りました。あの今日は、これから、某神奈川の施工現場に向かう予定ですので、皆さん一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょう。はい。荷物何もない松岡社長。あっ、さっきパンツ靴下だけ持ってる。コドミグループの今川です。小田原の駅の新幹線口から、ここまでジャンプしてきました。で、今回施工を担当していただいた、深澤健壮さんの深澤さんです。あ、どうも深澤です。いやー、やりましたね。やりましたね。やりました。本当に今回の物件は僕も15年ぐらいこの業界にいるんですけど、最大級です。なのでこれからちょっと紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。いや、まずどっから行きましょうかね。まずグランダトールですね。はい、これグランダ、いつものおなじみのグランダトールです。これ高さはだいたいどれぐらいですかね。 2.3 ですね。この辺だとね、 2.3m、 2.4 ぐらいですね。はい、で 2.4m の高さで、これも完全目隠しですよね。そうですね。はい、で、これ色、ジョリパッドの色ですね。4005です。はい、で、エンシェントブリック仕上げなんですけど、今回骨材を少し細かくして、三輪五輪の仕上げになってます。はい。いや、これ外周何メーターでしたっけ。外周何メーターぐらい。100メーターぐらいですね。100メーターぐらい。すごい大変だったですね。まあそうですね、解体からやってるので、まあ3シーズン、夏秋冬と年越しとここで過ごして。素晴らしい。はい、素晴らしい。本当にありがとうございました。じゃあちょっと次床ですかね。さっき300、600のローラーストーンのテイストだったと思うんですけど、はい、またちょっと2パターン違う種類がありますね。はい、こっちはちなみにこっちはあの正方ランバリ、はい、正方ランバリ、はい、という形になってます。ですね、はい、はい、でこっちがですね、はい、1メートルほどの、はい、タイル調をこれもイメージして、はい、まあでもこんだけでかいんで、やっぱまあ筋を結構入れて表現してあるんで、はい、まあその筋の向きだったり入れ方だったりで一つ一つをちょっと表現して、はい、あのやらせてもらいました。なるほど。はい、素晴らしいですね。これだけあの一番ローラーストーンやってますからね。深澤さん、本当にまだまだです。はい、じゃあちょっと次ですかね。ファサードの方行ってみましょうか。はい。じゃあ次シャッターゲートの方紹介していきます。はい、じゃあちょっと開けます。門扉すごいな。門扉がすごい。いきます。はい、あれ、お疲れ様です。どうも。はい、これでも偶然ですね。たまたまっすね。いや、なんかさ、今歩いてたらさ、はい、
ランドアストームじゃないこれって言うて今喋ってたら、え、これやったの？いや、これ、あ、そうすごいね、これ。いや、ありがとうございます。え、これグランドアドール？グランドアドールです。へぇ、なんとなんと、本部の、あの、大社長、グランドアドールの。え、ことに、今何、YouTube 撮影？はい、そうです。あ、初登場していいの俺ら？いや、ぜひ、お願いします。ありがとうございます。すいません、はじめましてよ。はい、そういう、それをします。松岡社長と、ガウチャンネルのマサルです。あ、どうも、ガウチャンネルのマサルです。伊達にハゲてねえからね。どうもお蔵入りになるんだね。いやそうなんです。これをやったんだ。はい、これを全部やらせていただいて。すごい。はい。いやかっこいいね。はい。素晴らしい。どっからどこまでがグランドアトールになるんですか、これは。全部グランドアトールです。どっからどこまで。どっからどこまでもグランドアトールです。はい。え、この屋根も。屋根もです。はい。屋根もですか。屋根もグランドアトール、壁もグランドアトール、シャッターゲート周りもグランドアトール。すごい。はい。もう仕上げはなんか違うね、はい、ガウカラー、これはガウカラーですよね。そうですね。他のやつは何になるんですか。はい、まずローラーウォール、あ、はい、ローラーストーンの壁バージョンで仕上げさせてもらって、で軒天はいつもおなじみのアートボード、お得意の、お得意の、はい、高橋さんのアートボードで、はい、仕上げさせてもらって。これ社長何、アートボードは、はい、どうやってやってるの？接着？接着と、要は専用のボンドがあるんですけど、専用のボンド、はい、でそれで圧着して、まあ、突っ張りも立てて、で、まあ、仮止めで最後ちょっとフィニッシュを打つような形ですかね。はい、決まってるね、これね。いやー本当にありがとうございます。僕らガウカラーみたいになるんですけど、やっぱ、ね、ローラーウォールもなんかこう見ると浸透してきたというか、いや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 、ね、めちゃくちゃいいよ、ね、ものすごいクオリティが高くなったからね、はい、なんか柄も特徴的ですよね。なんか大きさは結構大きいし、一個一個のかっこいい、ね、今回その石を積み上げてるような形でを再現してます。テイストが あってこういう風になってるんですか。そうですね。ガチャガチャしてないもんね。してないです。すごいシンプルだから。はい、うん、かっこいい。かっこいいな。いやもうグランドアトールさん様々なんだ。もうね、グランドアトールすごいからね。誰が考えた？いや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 、もう俺よ。松岡社長が考えたんですか？あ、俺やから。もうそんな近づかんでいいから。すぐ近づかないっすね。俺だから、俺。いや、これもすごいですね。見えたけど、俺だから。可能性は無限大ですよ。いやいや、でもこれを生かしてくれるかどうかは、はい、皆さんの力ですからね。そうですね。そこがいいのよ。いやもう生かしまくってます。いや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 、はい、もう本当にもう感謝しかありません。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもすごい。はい、もう僕ね個人的にはね、やっぱああいうね、はい、屋根のねああいう透かし、まあ、はいはい。やっぱ階段でもこう浮かすじゃん。はいはいはい。でこう屋根もさ、はい、こう普通に作るんじゃないし、ね、こうああやって浮かすとさ、そうですね。すごいシャープなんだよね。何で浮かせるんですか。いやいや、もうじゃあなんで階段浮かせるんですかって話で、はい、かっこいいで。そうじゃあ確かにあんまやっぱ目隠しっていうイメージ僕らやっぱお客さんですけど、隠すじゃないですか。うん、そうです。あそこ開けるってなかなか、僕はちょっとやっぱ今川さんの現場よく見に行くんですけど、やっぱ開いてるじゃないですか、はい、そうですね。でもかっこいいと思うんですけど、やっぱあれはかっこいいからやるって。いや、かっこいいからやるんですよ。そうなんだね。これ壁が全部天井まで行っちゃってると、はい、ただの屋根なんです。そうですね、ただの屋根。この屋根を宙に浮かせてる演出をすることがかっこいい。うん、はい。でもこの形ができるってことですもんね。まあできちゃったね。なんで自分の現場のようになんかできちゃったねって言うんですか。違いますって。いや少し手柄だけ持ってきて。あの形ができるのも、はい、もうグランドアドールだけですからね。グランドアドールです。本当にこれ正直その RC で表現するのものすごい大変だ、ね、いや無理でしょうこれはね。あ、実際に言えば難しい、できないに近いんですか。できないに近いと思うんですね。ここだけを浮かせるっていうのは、うん、はい。でもすごいよ、これはかっこいい。かっこいいよな。こんななんか門構えに住みたいもんね。いや住みたいっ す、ね、住みたいと思わせる門構えだからね。そうですね、はい、門構えもすごいのになおかつこっちシャッターついてますから ねこれはもう、ね、この中どうなってんだって思うじゃん。そう、結構横も広いですね、シャッター。そうですね、これワイド5メーターですかね。5メーターあれば車ってもう余裕ですね。もう全然余裕ですね。はい、高さはどれぐらいなんですか。高さ2m30cm。 こんだけあるといいですね。十分十分。そうですね、ハイエースも入りますし、はい、ハイエースも全然余裕ですか。余裕です。え、あのなんかランドクルーザー的なでかいですか。ランドクルーザーも入ります。あ、入るんですか。 2.3 あれば、まあ、2.3 あればほぼほぼの車は入りますから。す
です。まあでもこれをさ、はい、何もないゼロからさ、デザインからやっていくわけでしょ。はい、そうですね。もう何がこうさせるのかね。これだけのデザインをね、このお腹から発想されとると思う。そうよね。デザインって今川さんが考えてるんですか。はい、いつもの今川プレゼンツ。今川プレゼンツ。今川プレゼンツ。考えてる。こと本当に。ゼロからのもうスタートで全部をもう今川さんのこの琴見建設さんで全部やるところです。何もないところから想像できるんですか。何もないところから想像ができるんですよね。想像ができるから作れるんですよ。それを形にできるものがあったってことですね。そうなんですよ。想像できないと作れないね。いやなかなかできないでしょ。でもいやできないよ。でもまあそれを可能にするのがグランダーホール、はい、素晴らしい。そうだ、それコトミフィルム。僕らはたまたま今日たまに鼻折れてるから、そういうことだ。たまたま歩いてきた、やりすぎちゃうから。本当に今日はすいません。いやありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ引き続きまだここで終わりじゃないんで、はい、このまま続きますんで、はい、あとはコトミフィルズで見てください。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。突然ありがとうございました。いつもすいません。シャシャキスタイル最後まで。あ、じゃあすいません。じゃあすいません。いや本当にグランダートールの可能性が本当に素晴らしいと。そうですね。それに対してこのローラーストーンとローラーオールも本当にデザイン性も本当無限大だし、想像できる形を作れるっていうのがやっぱ一番のメリットかなと思います。はい、なのでテイストに合わせて、この石の大きさを選んでいただければと。大変なんですけどね、やっぱ出来上がると作ってる側も感動しますよね。そうですね。はい、ゆくしゅうさんのなかなか見れないモップです。はい、いやー、これもグランダードールですね。そうですね、はい、朝の顔と昼間の顔と夜の顔を3つぐらい作れればすごいかっこいいかなと。よろしくお願いします。Tell me should I go and call up a taxi? We can make out for a play in the backseat. Please tell me now how that all sounds.